赤身の木は、豆かジャケツイバラ赤の落葉低木である。俗名のヘモトキシラムはギリシャ語で、チノキという意味を持つ。別名として、ロッグウッドやカンペシア木、ブラッドウッドと呼ばれる。リンネの植物の種で記載された植物の一つである。原産はメキシコ及び中米の北部で、樹高は3から10メートル、黄色の花が創上果樹につく。樹液は、 染料として、マヤ族が伝統的に利用し、その安全性によって、現在も布や紙の染色に広く使用されている。色素の成分はヘマトキシリンで、組み合わせる、媒染剤の pH によって発色が異なる。酸性が強いと、赤、アルカリ性だと青くなる。樹皮と葉には、様々な薬効成分が含まれており、研究が進んでいる。 17世紀のベリーズではイギリスによってこの木の出荷が行われた歴史もある。メキシコのカンペチェ州の一部の川に天然の赤身の木の色素が溶け込み真っ赤に染め上げている。この川はメキシコ湾に直接流れ出しているため狭く穏やかなバサースト湾のような特殊な生態を生み出すまでにはなっていない。せいぜい海岸近くの海をトリコロールに色分けする程度である。 ありがとうございます。